GHC 王者決定トーナメントを制し、ベルトを手にした中島和彦、塩崎豪。挑戦者として名乗りを上げたのはフーリガンズ新メンバー日野裕二。そのベルトに挑戦させて。日野のパートナーにはマイバッハ谷口が名乗り出た。塩崎お手洗いさすがだろうお手洗い セミファイナル GHC 各選手権王者中島和彦塩崎豪組対挑戦者マイバッハ谷口日野裕二組。フリーの大物が突然のノアマット出現。ジンビニマットが生み出した怪物プルファイター箱舟上陸。フーリガンズの新メンバーとして日野裕二が緑のリングに殴り込んでまいりました。早速マイバッハ谷口と GHC タッグ王座を狙います。ました。先頭はサスマタを持ったマイバッハ、そしてその後ろ日野裕二、アウトロー軍団フーリガンズの一派に名を連ね、箱舟マットを揺るがすつもりです。ご覧ください、この分厚い肉体、凶悪な肉体。メンバーを引き連れて入ってまいりました。スマートを携えておりますマイバッハ、そしてその後ろ日のふてぶてしい表情、この体一つでさまざまな団体を渡り歩いております。あまたのリングを制圧してきた運回しの剛腕で王者の首をへし折るか。まずは殺戮鉄仮面マイバッハ谷口です。第5のフーリガン猛毒日野裕二、不敵な面構えだ。フーリガンズのメンバーを同伴しておりますチャレンジャーチームマイバッハ日野裕二であります。 GHC 卓球選手権第46代王者中島塩崎組の初防衛戦です。中島と塩崎、2004年デビューの同期タッグで俺たちの時代を作ってみせる。さあマイバッハと日野、凶暴な野獣が息を潜めるリングにチャンピオンが向かいます。中島和彦塩崎豪の入場です。二人の合体テーマ曲に乗って入ってまいりました。ドアの王道を行くチョップが武器の塩崎と、狂気に満ちたキックが武器の中島、そのスタイルは違えど目指す場所は同じ2人。9日前に行われた王座決定トーナメントを制し、このベルトを掴み取りました。精悍な顔つき中島であります。日野よ、ドアマットを舐めるな。覚悟してこないならやめた方がいい。俺たちにとってこの場所は全てをかけてきた場所。中途半端な気持ちで来るとするならば、ここにお前の居場所はないと思え。中島塩崎、新参者をどう迎え撃つでありましょうか。まずは塩崎豪であります。そして中島、おっとフーリガンズの先制、しかしそれをチャンピオンしっかりと読んでいました。フーリガンズの先制攻撃を蹴散らしていきました。おっと塩崎いきなり飛んでいった。
GHC タッグ選手権60分一本勝負、新チャンピオン中島塩崎の初防衛戦であります。挑戦者は新メンバー、この日野を擁するフーリガンズコンビです。おっと、イノッケから場外乱撃戦、チャレンジャーの奇襲攻撃にチャンピオンが落ち着いて対応しております。さて放送席、この試合からスペシャルゲストは丸藤直道選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず丸藤さん、はい、プロレス大賞殊勲賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今の気持ちいかがですか。そうですね、あのやっぱり賞自体は非常に嬉しいんですけども、まあ、今の現状というのは怪我して欠場している最中なんで、まあ、両手開けて喜べるような状態ではないなっていうのが、まあ、でもこのね、あの20周年イヤーを突っ走ってきたその成果がね評価されたわけですからね。そう、まあ、そこは素直に、はいですね、あの喜びたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします、はい。さあまず何といっても佐久間さん、はい、この日野雄士のフーリガンズ加入ですよね。そうですね、まあ、この相当な実力者ですからね、はい、彼の加入によってフーリガンズの勢力っていうのは一気に拡大したという印象になりましたよね。丸藤選手はこの日野の印象というのはいかがですか。いや、 やっぱりあのいろんな、ね、団体で非常に活躍している選手という中でやっぱ強さという部分で体を見るからに分かると思いますし、はい、うちにはいないようなタイプだぜ。ですね。ベルトを持ち出しましたね。さあマイバッハがベルトを持ち出した。このベルトで塩崎に攻撃を仕掛けます。レフリーが背を向けている。セコンドに気を取られている。その間にマイバッハがやりたい放題。ちょっと佐久間さん、セコンドの数が多すぎますね、うん、そうですね、ここまでこう介入しながら戦ってくるっていうのは今までそれほどなかったと思うのでね、はい、ちょっと予想外の展開になってきてますよね。まあそれだけ本気でこのベルトを取りに来ているということの表れでしょう。おっと、静止に入る若手をこのカズマ、そしてコーディといったところが蹴散らしていきます。おーおー、タコ坊主調子乗ってる、長いがですね。さあ若手をまた痛めつけていく。まあ考えてみると丸藤選手、もともとはこの丸藤選手が持っていたベルトですからね、このタッグベルトはね。そうですね、まあ全ては自分のせいではあるんですけども。おっと、塩崎がちょっと出血しています。左腕ですね、ベルトで殴られた時ですかね。左腕を切ったんでしょうか、それとも返り血でしょうか。ちょっと左腕に血が見えます、塩崎を。塩崎、GHC のタグ選手権初防衛戦ですが、すごい出てますよね。塩崎、ご覧ください、あ、流血ですね。これはさっきベルトで殴られた時ですかね。塩崎の額が割れました。塩崎は血まみれになっています。おお、さあそれを見たフーリガンズ、すごい垂れてるな、血の匂いがチェックした方がいいですね。結構出てますね。そうですね、ちょっと滝のように流れてるんで、ちょっとレフリーチェックした方がいいですね。あれ、塩崎の顔面が血で真っ赤に染まっております。フーリガンズはその血の匂いを嗅ぎつけたサメのごとく、この塩崎に襲いかかっていく。セコンド陣がね、こういろいろなところから手を出すんで、レフリーがこう見切れてないようなところもありますよね。さばききれないですよね。そうですね。マイバッハが猛然と塩崎を攻め込んでいきます。すごい、場外マットも血の海になってます。すごいですね。そうですね、この放送席の前のマットが血に染まっています。塩崎の血です。いや、佐久間さん、これ思わぬハンデをチャンピオンを追ってしまいましたね。そうですね、ちょっとね、ただでさえこう日野の加入によって、ね、状態もうチーム力がアップしている状態のところに、チャンピオンチームはこの流血のハンデも背負ってしまったのでね、かなり苦しくなりましたね。流血すると本当視界が悪くなるんですよね。こちらが日野雄士であります。日野雄士が不敵な面構え、
マイバッハとはまだ組んだばかりの日野、彼のことはよく知らないというふうに話していましたが、しかし何かこのフーリガンズに佐久間さん、日野が溶け込んでますね、はい、いやそうですね、まあ、やりたい放題やるという部分で言えばもう彼にとっては戦いやすいユニットなのかもしれないですよね。おっと中島を挑発して、さあ中島がたまらず出てくる、その中島を鎮圧します。日野裕二、日野は2003年海援隊道場でデビューしました。キャリア15年、33歳、2015年からフリーとして全日本プロレスやゼロワンマットなどに上がっております。これまで海援隊道場、 DDT、レッスルワンのシングルのトップのベルトを巻いてきました。まあ、佐久間さん、この日野裕二、はい、インディー出身なんですが完全にメジャーの力を持っている、そういう選手ですね。そうですね、やっぱり爆発力のある攻撃、力がとにかく半端ないですよね。そうですね、そんなフリーの大物が 12.7 後楽園大会でフーリガンズに電撃加入。日野はの初登場でした。おっと、塩崎の流血が止まりません。血が止まらない塩崎、ちょっと尋常じゃないですね、血の出方がね。もう塩崎、視界はほとんど失われていることでしょう。うわーっと、このチョップが強烈だ。いつもならね、やり返すんですけどね、ここで塩崎も。なるほど、さあ、そういったチョップを返す力も残っていないか、塩崎。おっと、苦しいな、これは。大流血の塩崎に対して日野が表情を変えずに非常な攻めを展開していきます。バックエルボー、そして喉元いったんやね。日野がセント、120キロあります。120キロのセント勝ち誇る日野、体重もっとありそうですね。いや今はあるでしょうね、もっとね。ちょっと苦しいですね、これは。王者チームは 12.7 後楽園大会で行われた GAC タッグ王座決定トーナメントを制し、ベルトを取りました。まあ、佐久間さん、はい、このチャンピオンチームは本格始動して、まあ、一発でベルトを取ったんですけれども、はい、まだまだ、ね、このチームとしてはこれからですよね。そうですよね、まだこう完成されたチームではないので、はい、いきなりやっぱこういった、ね、ゲリラの展開を仕掛けられると自分たちの戦い方というのができなくて苦しくなってきますよね。まだこのタッグならではの戦いというものは確立していません。中島塩崎、この2人は同じ2004年デビューの同期タッグであります。個々の力だけでも勝負できる強力なチームではありますが、ただこの荒っぽいフーリガンズの組織力の前にここまではなすすべがありません。こんだけ血が出てるとやっぱりもう先ほど丸内選手が言ったように、はい、完全に塩崎視界がやっぱり悪くなりすぎてますよね。そうですね、全くここまでこの反撃することができません。塩崎を、全てはこの出血の影響でありましょうか。こう試合しながらもね、血って結構溜まってきたりするもんなんですけど、全然止まんないですからね。あ、そうですか。さあ、まだ血が止まっていないという塩崎です。あ、フーリガンズが悪の連携を見せていきます。塩崎のローンバトルが続いています。佐久間さん、ちょっと思わぬ展開ですね。そうですね、ちょっとこういう展開になってくるとなかなかね、この後の塩崎がどれぐらい回復できるかというのもありますけど、さらにこのセコンド陣をどうにかしたい。やっぱりこう傷口をね、次々攻撃されているのでなかなか止まらないですよね、一応。丸藤選手、このフーリガンズ、はい、何かこの日野を加入してチームとして一つにまとまってきたように見えますね。そうですね、ちょっと、まあ、フーリガンズとっては最高のスパイスになってるかもしれないですね。マイバッハ谷口もこの試合、髪をモヒカンに刈り込んでまいりました。この試合にかけておりますマイバッハ。塩崎は防戦一方、おっとかわした。しかし自分のコーナー見えているか、顔面が出血、血で染まっています。なんとかタッチしたいですよね、一度。あ、
日野がしっかり心得ております。しっかり心得ている日野。10分が過ぎました。ここまでの10分間は塩崎が一方的に攻め込まれております。GHC タッグ選手権新チャンピオンである中島塩崎組の初防衛戦。マイバッハがロープへ走る。塩崎フライングショルダー、タッチしたいですね。フライングショルダー、パートナーの中島が手を差し出している。スイッチした、中島が入ります。まずは日野に行く。日野を場外に落としておいて、マイバッハにビッグブーツ。マイバッハが顔面をかきむしる。ちょっとここはやっぱり中島頑張りたいところですよね。そうですね。あっと中島も取り囲まれてしまった。ロープへ振っていきます。おっと中島かわして2人を鉢合わせにする。右と左のキック。おっと日野も吹っ飛ばしました。そしてあっとマイバッハの背中、そして胸板にキックの乱れ打ち。これ怒りでキックの威力が倍増になってるような感じがしますよね。とんでもない威力の蹴り。中島勝彦、この試合についてこのリングに土足で入ってきたやつに思い知らせてやると語りました。昨日意識しての発言でしょう。おっとパワースラム、マイバッハパワースラムです。さあ日野が入る。おっと日野のチョップもすごい。とにかくこの馬力が桁外れであります。対角線を振っていく。あっとキックを受けました。おっと日野スープレックス、力強いですよね。軽々とぶん投げていった。日野雄二は今年丸藤選手が制した全日本プロレスのチャンピオンカーニバルにも出場して猛威を振るいました。まあ、丸井選手、全日本のリング、はい、大型の選手多いんですが、はい、全く力負けしませんでしたよね、彼はね。そうですね、身長的にはね、そんなに大きくない中で、はい、やっぱ大きい選手に見劣りしないですからね、全く。さあ、このぶん回しのラリアット、ぶん回しの剛腕が怖い。おっと、早くも、おー、軽々と持ち上げた、ファッキンボムを狙う、切り返した中島。低空のドロップキック。おっとラウンドハウスキック、スピードで日野を翻弄しました。ただ佐久間さん、はい、これどうでしょう、塩崎の状態ですよね。塩崎はもう、ね、呼び込んでますけど、果たして大丈夫なのかというところですね。中島もちょっと逡巡しております。塩崎に繋いだ。ご覧ください、もうアシュラのような表情、顔面を真っ赤に染めた塩崎が日野に突っ込んでいく。逆転、ようやく出た。しかし日野もチョップでは負けられない。チョップ合戦になった。日野は言いました、塩崎のチョップは大したことない、男前だがチョップは大したことないと言いました。さあチョップ合戦になった。でもタイプ的には似たチョップのように見えますね、うん、丸内選手のチョップとやっぱ違いますよね、タイプが。そうですね、重さが効かしてくるという感じがありますよね。だからこそこうお互い意地になるというところがあると思うんですよね。あ、なるほど、うん、いやでもまたこうチョップの打ち上げで出血がまたひどくなりましたよね。おっと出ました、日野流、日野流のノーガードの体勢に入った。手を後ろに組んで胸を突き出す、打ってこいという日野。塩崎構わず行く。いやこれで佐久間さん、精神的に優位に立とうとしてますね、日野がね。そうですね、これかなりきついですよ、日野も。もう意地ですよね、これね。そんじょそこらのチョップではない。おっと日野がさあガードを解いて
ローガードを解いていった。あっとドラッグキック、ドラッグキックを見せました。ようやくチャンピオンが盛り返してきた。15分が経過しました。うわ、おっと逆水平とキックの乱れ打ちだ。分厚い肉体の日野サンドバック状態にする。足を抱え込んで、おっとトラスキックとフィッシャーマンバスター、2人が連携していきました。中島が前バッハを場外に釘付けにします。塩崎がさあ右腕を掲げる、狙っている、ゴーンラリアット、昨日投げ倒した。あっと長井タコ坊主よ、タコ坊主。長井がレフリーの足を引っ張りました。レフリーの足を引っ張ってカウントを阻止しました。あっと塩崎とレフリーが接触です。しまいましたね、今勝間がやりましたよね。レフリー不在の間にさすまたを持ち出したマイバッハ。ちょっとこの佐久間さん、この混沌を生み出しましたね。そうですね、いやもうコーディも上がってきましたね。無法状態を作り上げましたフーリガンズ。レフリー起こせ、レフリー。レフリーはまだ倒れ込んでいる。フーリガンズがやりたい放題、ダブルチョークスラム、モンスターコーディーホールのダブルチョークスラム。カズマも永井も堂々と入ってきます。試合保険のリング上、ご覧のようにレフリーは決闘している。レフリーがいないの、おっと誰か、小峠入ってきた。小峠が救出に入ってきた。さあヒーローが入ってきたが、コーディーホールがおっと切り返した。ダイヤモンドカッターで切り返した。そして日野に飛び込んでいく。おっと日野がキャッチしてデッドリードライブ。マイバッハがさすまた狙っている。救出に駆けつけた小峠、しかし小峠が鎮圧された。塩崎が攻め込まれている。あっと日野の剛腕、これ食らっちゃまずいですよ、これ。そうですね、うん、あっと上げた、軽々と塩崎を上げていった日野、ファッキンボム。さあカバー、あっとレフリーが場外でカウントを数えた。スリー入ってしまった。フーリガンズがタッグベルト強奪。日野裕二が、そしてマイバッハ、日野が一発でベルトを取りました。丸井選手いかがでしたか。いやダメでしょこれはね、ちょっとね、うん、今どうにもできないことがもどかしいけども、丸藤選手と斉藤選手が持っていたタッグベルトが塩崎中島に移りましたが、しかしそのベルトはフーリガンズの手に渡りました。佐久間さんいかがでしたか、はい、いやちょっとね、まさかここまでの強行手段でベルトを奪い取りに来るという予想ができなかったですね。そうですね、日野の実力を考えても、日野マイバッハの真っ向勝負で取りに来るのかなと思いきや、もう反則もあり乱流もありで、無理やりでも自分たちの元にベルトを取りに来ましたね。フィフティファンキーパワーズがリングに上がります。ヨネストーム、おっとストームがエキサイトしている。ストームがエキサイトしています。ストームと日野はね、かつてやっぱり海援隊道場で戦ってきた中にもありますから、実はこのストームと日野は海援隊道場時代の盟友。おう、ストーム、おう、久しぶりだな。なんで、何が、なんで、ああ、フリーガンズ入りたいの。ああ、違う、な、な、どうした。ちょっと、まだ一回落ち着け。あの、あの、言います、言います、皆さんに言いたいことあるから、ちょっと待ってよ。
あのクワイトソム、あのね、私の親友です。はい、親友です。久しぶりだね。久しぶり。なんだよ、めっちゃ怒ってるやんけ、お前。どうしたよ、何がや。おー、まあ、おー、どうした。この後飯食いに行くやん。おい、ちょ、もうええよ、分かったよ、疲れたもん今日。シーはもう大変な大変な試合やったんや、これ。ベルトかかっててな、疲れた。じゃあもう帰ろう、一回帰ろう。死ね、死ね、そんなこと言うぞ、お前。友達もらって死ね。お前、そらないぞ、お前。何やねん、お前。帰れよ、お前。ええ、親友やったのに、なんや死ねって。そんな言うか、どんなに喧嘩してもな、死ね言うか。ほんまにあいつ死ね。おい、まあ、とりあえず敷き直せ、これなあ、このフーリガンズに。ああ、なんか知らんけど、俺 DHC のタグのベルト入ってきましたよ。おい、拍手なんていらんねん。俺らどっちかって言うと悪くないからな、拍手すんな、おい、ボケが。あ、いいね、いいね、そういうの大好きや、おい。おい、ほんならもうせっかくのベルト来たやな、バッハ君、マイバッハ君。下の谷口君。おう、谷口君、このベルトをな、これからも正々堂々と一切の反則なしにね、悪い言葉もなしや、いっぱい防衛し続けろや。お前らよう見とけよ、このボケどもが。日野雄士がお得意の決め台詞でこの緑のマットを支配しました。さあ、佐久間さん、はい、いやー、日野雄士の加入で風向き変わりましたね、これね。いやー、そうですね、これまでなかなかタイトル戦線に入れなかったフーリーガンズがあっという間にもうベルトを取ったわけですからね。またね、クワイエットストームも相当怒ってましたから、この暴挙は許さないという姿勢が見えましたよね。まあ、丸井選手、はい、ただこのやり方ですよね、問題なのはね。そうですね、やっぱり過去にあの汚い手を使ってね、リングを荒らした奴らがいて、それがひとまず落ち着いた中でね、またこういう奴らが現れたんで、またセコンドとかしっかりちょっとあれですね、見てやらないとダメですね、これね。そうですね、まあ、そして佐久間さん、中島塩崎、はい、この2人のタッグがもういきなり陥落してしまいました。いや、そうですね、ただね、この負け方彼らも納得できないでしょうから、またチャンスを見てると思うんですよね。そうですね。そしてクワイエットストーム、日野のかつての盟友でありますストームも挑戦に名乗りを上げました。とにもかくにもこの横浜決戦でフーリガンズが GHE タッグ王座を強奪であります。さて、この後は GHE ヘビー級選手権、いよいよ清宮海斗の挑戦です。おう、お前ら見たかい、おら、やり方文句なんかねえんだ、おら、俺たちがな、 GHC タッグ新チャンピオンだよ、おら。文句あるんだったらな、リングの上でかかってか、おら。血だらけしたの、血だらけだ、文句あんのかよ、おら。なんであのちびっこいの、終わってから出てくるぐらいだったらな、試合の最中に出てきやがれ、この野郎。おら、ストームな、ストームな。昨日あのちびっことお前どうなってんだよ、おら。親友やね、もともとは。ちょっとなんか嫌な気分したけどね。お前付き合うやつをな、選んだ方がいいと思う。失礼言われたからね。あれ、文句があるんだったらな、リングの上にかかってこら。そう、俺たちがな、フーリガンズが GHE ヘビー級タッグチャンピオンだよ、おら。ビシビシ言ってやるんだよ、おら。ビシビシや、おい。